は 4.5 メートル 1.5 トン、メスは4メートル1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪が取り込み、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリンゴなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。ベルーガは北極周辺
とも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルータは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルータは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルータにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。ベルータの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように
白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルカは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルカは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルカにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリウオなど1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。少し
ずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。4メートル1トンにもなります。
別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。Thank you.
沈んでいるように見えます。ユータは別名、ね、どういうことも呼ばれます。体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルータは変動しています。ベルータ、成長するにつれて徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルータは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルータにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリウゴなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。名古屋公園水族館でご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5メートル、 1.5トン、メスは4メートル1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリウゴなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5メートル、 1.5トン、メスは4メートル1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリウゴなど1日に15キログラムから